おはようございます。3月3日の6時1分の相場解説になりますね。月が変わりましたので、この月足を見ていこうかと思います。1本が1ヶ月なんで、それほどなんか前回と解説変わんないですけどね。この線とこの線、これを頼りに、ブレイクする。ブレイクってのは、1ヶ月のブレイクってのはこういうことを言いますね。これとか、これは陰線でブレイク、これ陽線でブレイク、これ1ヶ月にどのぐらい伸びてるかってことなんですけども、ブレイクするにしても、そんなね、このその兆しがないっていうか、このブレイクの兆しってのは何なんですかね。まあどうですかね。このまま収束していって横ばいになっていうような状態かなと思います。月足っていうのは見るの難しいですね、結構ね。ということなので、あんまり喋らずに次行こうかと思います。すいません。次は週足です。週足になってくると大体見やすくなってくるんですけども、1週間のこの振れ幅がね、よく見えますよね。例えばこちら黒でいきましょうか。先週はほら、ずーっと売りで勝てたでしょ。だからこういう線ができるんですよ。で、今週は一部赤で始まってるところがありますけども、なんかね、窓を開けて赤っていうのがね、先週の末にいましたけども、そのままだったですよね。で、今まではこういうような週足を右肩上がりで見てきたんですけども、おやおやと、この陰線によって転換が起きて、もしかしたらこっからこういうふうに進むかもしれないよっていうことですよね。ちょっとまだ分かりませんけどね。で、懐かしいのをちょっと見てみましょうか。ここと、ここと、ここ。これ覚えてます？散々やったから覚えてますよね。こういった線です。となると、ここまで、もしね、ダウントレンドだったら、下に向かうトレンドだったら、ここまで向かってくるのかなっていうところです。はい、次行きましょうか。より具体的になっていきます。どんどんね、時間軸が大きいと抽象度が増すんですけども、時間軸を小さくしていくと、小さくしていくと、より具体的になってきます。これは日足ですね。日足は、こういうふうに、右肩上がりだったのが、このとんがり帽子みたいなやつで、もう風向きが変わったわけなんですよ。で、こっからは、以前は、この間が主戦場になるんじゃないかなと思いましたけども、あっさりとその予想を打ち破ってこんなにね、来てしまいましたんで、こっからは主戦場がどこになるのかよくわからない状態です。ですんで、さらに具体性を高めるために1時間を見ています。スフィンクスっていう話をしましたよね。スフィンクス。ここにスフィンクスがありました。スフィンクスってのは私だけの理論ですよ。で、操作トップがここにあって、小さな操作トップがあって、ことごとくだからこれ理学できたはずです。それからストーンと落ちるところ。ね。ここでもじもじした後にストーンと落ちましたね。ここもだいぶ取れたんじゃないですか。で、週が明けて、窓を開けながら赤が出るよって言ったのがここです。で、昨日調整が入ってさらにこうギザギザと上に上がってきたってところなんで、ここから上昇トレンドに向かうんじゃないかなというのが4時間足ですね。で、次は1時間です。1時間を見ていくとかなり具体的になってきます。ゾーンを形成したのが、この辺だということだったんですけども、こっから、こういうふうに売りが始まっていったよと。で、窓を開けたのが、ここです。だからね、週が閉じる前、金曜日とかに、週明けは窓開けから始まりますよっていうふうに、わかんないといけないんですよ。まあ、わかんないといけないっていうのは、わかった方がいいんですよ。わかんない方は、まだ、ね、積み上げていかないといけない経験があるよってことですし、週末に、これは週明けは窓からかなっていうのが分かると、まあ大体勝ててきたってことですよね。で、窓っていうのが一旦埋まって、で、調整が入って、これからね、もう一発 N を書きながら、また出てきたでしょ、N が。こっちに向かうのかなっていうのが、今週の見どころです。もしくはここにぶつかって、ぶつかるとしたら今日なんですけども、こっちにね、下がっていってしまう。その場合は、M がありますんで、このネックラインを越えたあたりでズバッと下に加速します。W 右辺が強いのまるで逆さですからね。だからいろんなこと知ってたら、もういろんな未来が見えると思うんですよ。こういうふうにずっとね、相場を見ていっていただければと思います。で、そこまでにやめたらダメなんですよ。やめたら全部無駄ですからね。
1年間やっても2年目に辞めたら無駄。ね。1年間やって結果が出なくても2年目に結果が出れば全部経験。無駄と経験の違いです。そして FX ってのは経験を積んで勝てるようになったらもう生涯無敵です。自信を持って取り組んでいきましょう。それでは本日もよろしくお願いします。